皆さんこんばんは。フクロウの会と FOE ジャパンでお送りするフクロウ FOE チャンネル FFTV、今日は7月8日、特集88、これでも再稼働、弱者切り捨て仙台原発の避難計画ということで、三田さんの方から、お話をいただきます。なんか鹿児島にね、出張してたんですよね。そうなんです。このところ、鹿児島に行っていまして、地元の皆さんとともにですね、自治体周りですとか、あるいはその、社会福祉施設ですとか、あるいは病院の聞き取りなんかをしてきました。で、ですね、仙台原発、もう、近いうちに、審査書案が出るということで、再稼働に向かってひた走りということなんですが、田中俊一委員長が、規制基準と防災計画は車の両輪というふうに一時発言していたんですが、すっかりトーンダウンしていますが、その一体避難計画というものがどうなっているかということを、鹿児島ネットですとか、一木串木野市の、緊急署名の会の皆さんですとか、あとは、相田市の市民の皆さんとか、みんなで自治体にを訪問した、あと薩摩仙台市ですね、の鳥原さんとかの皆さんとか、自治体を回ったり、あるいはその一番問題が深刻だと言われています要支援者と呼ばれている人たちが実際にこの避難計画で避難できるのかということを確認してきました。なんか知事はね、もう計画は作られないとか言ってますしね。そうなんです。で、今牧ちゃんが言いました、伊藤知事の仰天発言というものがありました。伊藤知事は何て言ったかというと、10キロ圏まではきちんとその要援護者、要支援者の人たちのための計画を作るけど、30キロまでの避難計画は現実的ではない、つまり作らないみたいな発言をしたんですよね。で、これに関してはですね、地元メディアでも大きく報じられまして、大変県民の皆さんは怒っておられました。それそうですよね。本当にこう弱者切り捨てといいますか、人権上も問題があると思います。自治体周りもしたんですが、自治体の皆さん総じて何と言いますか、口が重いと言いますか、やっぱりその受け入れ先も避難元もですね、やっぱり現実的な避難計画っていうことをこっちが市民たちが聞けば聞くほど難しいということが実感されて、口が重くなるんですが、この件に関して聞いてみたら、いやこれは個人としてはちょっとなという人も多かったです。で、実際はどうなっているかということなんです。で、実際にも状況は同じようなもので、10キロ遺影ですね、10キロ遺影については、要援護者、つまりそのはい、実際はですね、この10キロ家についてはですね、施設の管理者の人たち、つまり行政ではなくて施設管理者に避難計画の策定が負わされてしまっているという、現実が、というかそういうふうに書いてあるんです。わかりますかね。その介護施設とかの人が自分で計画を、避難計画を作りなさいってことですよね。そういうことなんですね。無理ですよね。というかそのそもそもですね、この、要援護者の避難というのは優先的に、優先的に避難させるというようなことになっていたんですが、はい、いつの間にか、10キロ家については施設管理者、つまり、ここの施設に避難計画が任されてしまっているという状況です。でこれについてはまだメディアとかでもきちんと報道されていなくて、私たちが訪問したその、老人ホームですとか病院ですね、医療施設の人たちは結構驚いていて、そうなんですかみたいな知りませんでしたみたいな感じですごく驚いておられました。それは驚きますよね。でこれ一木串木野市の避難計画ですね。で実際にどう書かれているかと言いますと、この施設に関しては通所者、つまりそのデイケアなんかを受けている人ですね、通いの人と入所者、泊まっている人に分けて書いてあります。で通所者については速やかに自宅に送り届ける、
通所者については、各施設管理者が定める避難計画に基づき対応する、入所者ね、入所者、ね、お泊まりの方の人、泊まっている人ですね。で、入所者を避難させた場合には県に速やかにその旨を連絡するってことになっているんです。つまりとにかくあなた方の責任で逃がしなさいと、避難させなさい、避難させたらその旨県に連絡しろっていうことになっているんですね。丸投げですね、ちょっとひどいでしょ。ひどいですね、で、この通所者についてもですね、これもダメだっていうふうにみんな言っていました。あの通所者にもいろいろいて、一人暮らしの人もいますし、あの家族がすぐに捕まらない人もいますし、そもそも入所者の避難をさせている最中に通所者の自宅に送るなんて無理じゃないか、あるいは自宅が原発の方向にある人だっているわけですね。そんなような状況でどうやって自宅に送り届けるんだっていう声が避難号号でしたね。そりゃそうだ。であと在宅の人ですね、在宅の、寝たきりの方ですとか、あの知的障害を持っている方とか障害を持っている方なんかがについては、地域の方の支援により避難またはバス避難集合所に参集、そしてみんなと一緒に避難、でこれもね、避難先っていうのがご存知のように、皆さんご存知でしょうか。あの1人当たり2平米のぎゅうぎゅう詰めの避難所なんですね。通路とかも計算せずに。そうなんです。1人当たり2平米で、あのその中でその、いろいろね、あの病気を持った方も寝たきりの人も医療のが必要な方も同じような扱いで避難させるってことになっているんですね。これはこれで非常に問題だと思います。ね、地域の方の支援ってえらいざっくりですよね。地域の方の支援っていうのは、一般的にね、こういった、何でしょうか、社会福祉の問題には欠かせないかもしれないんですが、なんかここに言い訳のようにいきなり地域の方の支援っていうのが出てくるっていうのが、地域の方って言ったってそれぞれね、やっぱり自分の、自分と自分の家族の避難でかなり手一杯の、なんか どこまでできるのかっていう話がありますね。で、あのいろいろな、施設の方々に話を聞いてみました。でこれは市木区四季野市の避難問題を考える緊急避難の会の江藤さんという方がですね、福祉ご事務福祉の関係者で、いろいろな人を紹介してくれて、聞き取りをしました。でそうしたら、例えば今の話ですね、通所者を自宅に送り届けるというけど、それはその人を放置することになるだろうっていうような声、あるいは、職員が通所者を送り届け同時に入所者の避難するなんか無理だよという声、そうですよね。であるいは普通の車両では運べないと、特殊な車両というのは、少ししか人を乗せられないと、で台数が例えば2台ぐらいしかないとかで、何往復かしないと避難が無理だと、で送り届けている間とか避難できない入所者のケアっていうのが必要になりますね。であるいはそもそも戻ってこれるのか、つまり30キロ、避難先まで行って、またこっちの方に戻ってこなくちゃいけないわけなんですが、それができるのかっていう声が大きかったです。でそれから市や県から計画を作れという連絡は来ていない。まだ来てないの。でね、これについては江藤さんがですね、市木区四季野市の市政報告会で、市に対して聞いてみたんですね。でそうしたら、いやいや、通知は出ています。で、県からですね、各社会福祉施設管理者宛てに去年の9月にですね、通知が一応出ているんですね。県地域防災原子力災害対策編に基づく医療機関等の避難計画について、でこれを読みます と、本年3月に鹿児島県地域防災計画原子力災害対策編を修正したところです。で、本計画においては仙台原発からおおむね半径30キロ圏内の地域に所在する、医療機関や社会福祉施設の管理者は、避難計画を作成することとされていますのでお知らせします、なかなか素っ気ないというかお知らせいたしますで、お知らせは来ていたらしいんですが、ただみんなこんなの覚えてないんですよ、それは具体的にね、いついつまでにどういうものを作れっていう通知が来ない限り、多分忙しい彼らは
あのへーと思ってそのままどこかにしまって忘れてしまうってことなんでしょうかね、うんうん、それにこんな重要なことがこんな紙ペラで来ると思ってないとかね。そうですね、うん、であの一応10キロ圏内の施設の人たち向けにはあのなんか説明会とかがあって、国とか県とか自治体の人たちが同席の上なんか説明会はあったみたいなんです。ただ10キロ圏の外の人はですね全然この状況があの伝わっていないという状況です。はい、で医療機関も同じことを言っていました。あのあるお医者さんが、避難経過を作るなんていうのは一医療機関の能力を超えている。そう、酸素吸入点滴などの医療行為はどうするのか、患者を運ぶ車もない、計画を作れという連絡は来ていないというふうにおっしゃっていました、うん、でここの、まあ、医院というか病院はですね夜勤が1人なんだそうです、はい、で16人の入院患者がいて、うん、そのかなりが寝たきりの人なんですって。だからあの例えば夜あのそういう避難ってことになったらどうするんだっていうことをおっしゃっていて、うん、絶対無理っていうふうに言っていましたね、うん、そうですね、うん、絶対無理ですね、はい。でこの要介護者の避難問題についてなんですが、例えばその福井県なんかではですね一応県が調整して、うん、あのここの施設はここの施設、ここの施設はここの施設、ここの病院はここの病院っていうふうに、ん、あの避難元と受け入れ先の病院とか施設のリストが一応できているんですね。でそれはあの今関西の皆さんがいろいろ聞き取り調査をしているので、そのうちあのババンと報告が出ると思うんですが、まあその福井県はある意味やる気満々といいますか、あの少なくとも形だけはですねそういった一対一のこの、 あの施設がこの施設っていうふうにあのまあ県のコーディネートのもとに一応そこまでは決まっているという状況なんです。でただねあの今回の聞き取りで私が一番あのあーと思ったのは、1994年に大きな水害があって日置市、鹿児島県の日置市のある社会福祉施設のまあそこにあの入所している30人の方が避難しなくてはならなかったんですだそうなんですね。でその時受け入れ先っていうのは7施設ぐらいだったそうなんです。つまりその30人のその施設の受け入れ先が7施設っていうのはあの1施設あたりまあ4人ぐらいですかね、うんうん、で、しかもその相手の施設の職員の方が迎えに来てくれたそうなんですね、うんうん、それでようやく避難できたっておっしゃっていて、多分そういうもんだと思うんですね。だからあの今回の場合あのかなり一斉にその大きな施設もね、例えばベッドが100個あるような施設もそのどっかに避難すると、うん、そんなの一気に受けられることは絶対無理なんですよね、うん、ということで今その施設の人たちのは真面目にやろうとすると本当に悩みが深くて、うん、で無理だって言ってる人もいるし、うん、なんか結構真面目にですね、うん、みんなで話し合ってなんとかね行政が作れと言ってるからみんなでなんか作りましょうっていう人もいるんです。申し訳ない感じ。いやできないものはできない、うん、だってこれ行政のだって そんなことだったら原発動かすなってことになりますよね。そこをすごい無理してですね体会系という表現はあれですがすごいなんかこう根性でですねみんなでこうなんとか知恵を出し合って頑張って避難計画作りましょうみたいな、うん、あの雰囲気の方もいらっしゃって、まあ、あのそれよりもねこれはできないっていうことをきちんとね、うん、あの行政に対して言うべきなんじゃないかなとも思っています。 ですよね、はい、だって無理だもん。そうなんです本当に無理なんです。で、原子力規制委員会が何を言っているか、で原子力規制委員会はなんか屋内退避に活路を見出そうとしているんですね。屋内退避出たよ。無理に避難せず屋内退避で安定用素材を服用するのが合理的。でねこれあの現実問題本当に極限状態になったらこれ最後の手段としてはありなのかもしれないんですが、ただ
今の段階で言うべきことではないと私は思うんです。思いますね。で普通に考えて、まあ、いつ救助に来るのかとか物資とか食料とか燃料とか医療用品なんかが全然、ね、いつ途絶えるかもよくわからない。しかもこれ一番重要かもしれないんですが、解除する側の人、職員さんたちだって、自分の身もあり自分の家族もあり、その仕事に準じるのかっていうことですよね。そういう問題もあり、こういうふうになんか屋内退避でを今から言ってね、大丈夫だっていうのはこれは大きな、間違いと言いますか、これはちょっとごまかしなんじゃないかと思います、ね。どうでしょう、規制委員会に言われたくないですよ ね、 すね、合理的とかね、うん、こっちがそっちの方がいいですとか言うならまだしも、ね、最初から諦めるなよお前たち、という状況です、で仙台原発の避難計画の問題点なんですが、改めて全体像を見てみましょう。で今そのですね、これ仙台原発、すいません、なんかこういう状況になっていまして、いわゆる UPZ ですね、30キロ圏内、ここに仙台原発があるんですね。で仙台原発というのは、すいません、はい、薩摩仙台市、ここですね、にが立地なんです、はい、で薩摩仙台市結構広いんですよ、こんな、こんな30キロ、5キロ圏内から30キロ圏外にまで実は渡っているんですが、まあその30キロ圏内はその薩摩仙台市、市木区、篠野市、日置市、薩摩町、出水市、阿久根市などです、はい、でちょびっと鹿児島市とか姶良市も入っている、だから薩摩、ごめんなさい、鹿児島市、姶良市なんか避難元でもあり受け入れ先でもあるということなんですね。でこの避難問題について全体像を見てみますと、これはこう地元の人誰もが言うことなんですが、風下への避難が結構多いんですね。でこれ例えば薩摩仙台市の避難先なんですが、南東あるいは南側への避難、これ北西の風がすごく割と頻度が高い中、はい、風下への避難になってる。学んでないよ、一木区式の市なんかもそうですね、南側南東側への避難が多いです。 なんでそっちしか、受け入れ先を決めちゃってるから、ですね、出水市とかはその北とか北西、北東方向の避難なんですが、なんかまあ成り行き的に薩摩仙台市、市木区市の木野市は南東方向、南方向に、そうか、放射状に逃げましょうみたいないますね、はい。でこれはだから地元の人も結構言ってることなんです、で一つの理由は県が放射性物質の拡散シミュレーションやっていないんですよね。ダメだ、やっていないんです、で、これについては結構その各市からも要望が強いっていうふうに聞いたんですが、結局やっていないんですね。でこれ環境総合研究所がシミュレーションやった結果なんですが、これは南日本新聞に掲載された記事からの引用ですね、でこれがその記事なんですが、それによると避難先の例えば鹿児島市にかなり避難するような計画になっているんですが、毎時20マイクロシーベルトという、一時避難の基準ですね、それは鹿児島市にも達するっていうような結果になっています、つまり避難先でも避難先にも避難指示が出る可能性があるっていう結果ですよね。もろ福島の時の話になっちゃいますね。そうなんです、ね、まざまざといろんな記憶が蘇る方もいるかもしれません、これ福島の例ですよね、飯舘村、局所的に毎時100マイクロシーベルトも出た、そして、まあ、非常に遅かったとはいえ、年20ミリシーベルト以上がとなるということで計画的避難区域に設定されました、飯舘村は30から45キロちょうど鹿児島市ぐらいっていうこと、ちょっとごめんなさい、すぐにパッと分かりません、姶良市なんかちょうど飯舘村ぐらいですねと姶良市の人と言い合っていたんですけ ど、すいません、鹿児島市 その距離感が分からないんですが、まあそんな感じだと思います。で
福島市は60キロ離れていましたが、やっぱり事故後、公的な、記録で24マイクロシーベルトパーアワーを観測していまして、これもまた今の、基準だと 1G 点の基準ですよね、うん、で、まあ、要はそのプルームの通過っていうのが風向きとか天候とか地形にもよるんですが、そのシミュレーションを鹿児島県の場合はやっていないわけです。で、ですからなんか30キロ圏内から30キロ圏外に出る、その30キロ圏から出たらセーフみたいな、そういうなんかこう陣取りゲームじゃないんですが、あのなんて言うんでしたっけ、ああいうの、あのだるまさんが転んだじゃないんですが、ああいうようなちょっと30キロ圏に見えないラインがあって、そこから出ればいいみたいな、そういう計画になっちゃっています。でこれ実は相田市があの顕著で、相田市ってあの仙台原発から東にあの30キロ、一番相田市の西側がちょうど30キロ圏に少しだけかかっているんですね。でそこの松梅集落っていうところに11人のお年寄りが住んでいらっしゃって、で相田市のその避難計画とか見てみると、その松梅集落の11人の方を10キロぐらい東に、はい、あの離れたところに避難させますと、はい、させますと、つまりあの UPZ から外に出したからあーセーフみたいな、そういうあの計画になっていて、相田市をその相田市の市民の方ですとか、うん、あのまあ、その他の皆さんと一緒に訪れたんですが、やっぱり市民の方はあの福島からの避難者のお話も聞いておられて、いや福島ではこんなことでは済んでいないでしょっていうことをなんか結構ね、うん、ま、真剣に問い詰められていて、で相田市のその市の防災の方も真面目な方で、うん、分かりました、分かりましたとは言わなかったけど、なんかはぁっていう感じで聞いていてあのまあ、そういう市民のね疑問にはこれからも答えていきますっていう感じで、まあ、あのこれからね市民と市とのやり取りが続けばいいなと思っているんです。で相田市の場合その11人の方の避難っていうことに限定すれば、やっぱりそのなんであの老齢者っていうか高齢者の方々だけの避難っていうのと、あと避難集合場所、これはその相田市の方があの車で下見に行っておっしゃっていたんですが、集合場所がなんか土砂災害の多発地域っていうか指定地域危険指定地域みたいになっていて、あの、うん、複合災害を全然意識していませんねっていう感じでしたね。はい。であともう一つ避難時間のシミュレーションっていうのが非常に、これもあの自治体の方があの問題提起されていまして、これあの南日本新聞なんですが、あのこれ鹿児島県があのずっとなんかなかなか発表しないシミュレーション、一体何が出てくるんだろうって思っていたら、すごくこう限定的な、あのこれも30キロ圏内の住民の方々の9割が避難するまでの計画でいくつかシナリオを、設定して、でそのシナリオの避難の最長時間が28時間っていう、そういう結果なんですが、市町村別の計算していないし、あと避難先までの、時間ではなくて30キロ圏を出るところまでの時間なんですね。はいはい。であのシミュレーションの想定も、あシミュレーションのシナリオの想定も甘いとか、なんかあの非現実的だということで、これも住民や自治体の人からいろいろな指摘が出ていました。うん、9割ってなんか残りの1割は誰ってちょっと気になりますよね。そうですね。なんかそのなんか嫌な感じですよね。そうですね。はい。まあそんな感じです。であと最後に、やっぱりその福島原発事故の想定、あの教訓っていうのは、原発の避難って避難っていうよりも何でしょうかね、やっぱりふるさとを失うことで、かなりの人がね、なんというかふるさとを失って、避難先でもう3年以上長い、あの避難を強いられていますよね。そういう長期にわたる避難っていうのは全然想定されていなくて、もちろんこう何でしょうか、そんなこと言うと回答がなくなっちゃうのかもしれないんですが、受け入れ先の自治体もその
あの受け入れ施設っていうのはあくまで避難してくる人のが2平米っていうようなので割り出していますし、うん、あのもちろん長期にわたる避難を想定したものじゃないんですね、うん、だから原子力災害っていうものの特性っていうのはやっぱり放射性物質がその天候とか地形によって非常に遠くまで拡散するということと、うん、あと影響が長期にわたるということだと思うんですが、そういうのが想定されていないっていうのが問題だと思います、うんうん、いやもうなんか結論無理じゃんみたいな感じですね。いやそうなんですで、あのこういう、ね、議論をするとですね、うん、あの井戸川さんとかね、うん、あのそんなの人が避難するのがおかしいと、うん、原発が避難するべきなんだみたいな、あその通りだ、つまりね、あの原発があるということを想定した議論自体が間違ってるというふうにおっしゃるんですが、うん、それはまあ正しいんです、結論から言うとね、うん、でただこれを非常にこう真剣にこの避難の問題を考えることによって、うん、より多くの人たちが、うん、あの実際のリスク、原発のリスク、再稼働のリスクというものをねやっぱりあの自分の身に引き寄せて考えることになると思うんです、うん、でよくその自治体の人も原子力規制委員会も、うん、原発の再稼働と避難というか防災計画は別物であると、いつの間にか再稼働しなくたってリスクあるって言うでしょ、うん、つまりそのこれってすごい厄介な問題だから再稼働の議論にリンクさせたくないんですよ、うんうんうん、あの現実的な避難計画ができるまで再稼働できませんとか言い出すと、うん、できなくなっちゃう、うん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 、だから彼らはこうつながりを切ろうとしてる、うん、でもこう再稼働したことによるその原発のリスクって飛躍的にやっぱり事故のリスクって高まる中で、うん、こんな状況で再稼働していいのかっていうのはこれはやっぱり堂々と、うんうん、社会的にこういう議論を高めていくことが必要かなと思っています、うん、いや本当にその通りですね、はい、で原発動かさなくても必要だったら動かすんだったら絶対必要じゃん、そういうことです、まさにいいこと言いますね、はい、ですよね、はい、いやじゃあ、どうしましょう、じゃあ坂上さんと交代しまして、はい、じゃあ坂上さんここに来ました、じゃあその現地の、まあ、具体的な話を今三田さんにしていただいたので、そのなんていうかこのそもそものこう仕組み全体の話というか、なんでこんなこんなことをやらされているのかしらみたいなところで、はい、もともとですね、原子力規制委員会規制庁が、一昨年の9月18日にできて、真っ先にやったのがこの防災指針の改定、あ懐かしいですね、そういえば最初にやったのがね、タバコメ無視してね、で、はい、でそので、最初に彼らが作ったあの指針っていうのは、まあいろいろ問題はあったんですけども、それでもまあ一応その福島事故を踏まえてという形で、こちらもいろいろ要求したこともあって、例えば30キロ圏で UPZ は設定されてるんですけども、まあ30キロ圏以外でも一応避難の可能性っていうのは認めていて、まあその場合まあある一定医療の線量が観測されたらもう避難しなきゃいけないみたいな想定になってたりですね、うん、あと複合災害もですね、うん、一応立て付け上は一応考慮しなきゃいけないことになってる、はい、あなってるんだ、なってるんだでももうまあそれからあとね、要援護者についてもね、要援護者はもともと最優先の避難なんです、まず最優先に避難させなきゃいけないっていう、そういう立て付けだったんですね、で、まあ私たちとは、そうは言ってもいろいろ問題点はあってというので、いろいろ批判活動したんですけども、今起きている事態というのは、その福島事故を踏まえて、いろいろ問題点がありながらも、立てた防災指針にすらもう従えないという形で、その30キロ圏の問題もそうですよね、もう30キロ圏、いきなりそこを線を越えたら、もう受け入れしかしないと、もういきなり放射能はそこから先は行きませんみたいな形になってますし、で要援護者の問題についてはね、なかなか避難計画を立てるのは困難だというのが各地で問題になってくると、その規制庁規制委員会がもう事情
それぞれの事情に応じてとかですね、うん、やればいいとかね、あるいはまあ屋内代表でいいんじゃないかみたいなことを言い出すっていうような状態で、もうもともと災害対策指針を立てた国がもうその自分たちの立てたものをもうそんなのはね従わなくて もうとりあえず何かしら立ててもらえばいいという形で非常に交代をしていて、中身もチェックもしないし、一応本当はあのまあ基本的にはあの避難計画は各地の自治体が立てることにはなってるんですけども、まあ国はそれ あの支援援助するってことにはなってるんですね。ところがもうあのダメならあこんなの無理ですってなったら、まあまあそれはしょうがないやっていう感じで、しょうがないんだしょうがないやっていう感じで、特に何かこうねあの指導するとか注文つけるってことは一切せずっていうような、まあむしろ例えば鹿児島県がねさっき説明があったように10キロ以内のあの要支援者の要介護あの要支援者がいる施設とねあの避難計画のその策定を放棄したわけですよ。でもうあと施設の管理者責任者頑張ってやってくださいっていう時に、国は本来いやそんなんじゃダメでしょちゃんと立てなさいっていうね、指導すべき立場にあるはずなのに、はずなのに、あ、まあそれはまあ地域の事情に応じていろいろあるでしょうみたいな、もう認めちゃってるわけですよ。だからその辺の姿勢も非常に問題で、まあこれはねあの直接規制庁規制委員会ね、あるいは今内閣府の中に原子力防災対策室ができていて、まあ実態は規制庁の職員がそこにいるって感じなんですけどね、まあそこが担当にはなってはいるので、まああのそこに向けていろいろ働きかけっていうのはあのこちらでも必要になってくるんではないかなというふうに思ってますので、ね、でまあ最終的にはまあそういうものを通じてね、もともとそのあの原発を建てた時にはね、そんなことまでね、そんな事故起きて逃げなきゃいけないみたいなところまでは想定全くしてなかったはずなので、まあそういう意味でもそういうあの避難を強いられる、でしかも実際建ててる計画が非常に実効性がないということを通じてね、やっぱりその原発再稼働本当にしちゃっていいのっていうところを改めてこうあのそれはあの原発をね、まあ脱原発だ派だっていう人でない人でもね、あの実際にそこに暮らしている人全員の共通の課題としてもうこの問題に向き合ってもらうと、でその中で本当に再稼働していいのかどうかっていうところですね、広くあの皆さんに考えてもらう人、まあ一つの大きなねあのきっかけにしてもらえばいいのかなっていうふうに思うんですけどね。ありがとうございます。ということで、はい、はい、じゃあ今日はちょっと短めの、まあ、30分が35分になりましたけどコンパクトに終わりたいと思います、はい、それでちょっと告知がありますので、はいはい、で今ですねあの、仙台原発は九州電力なんですけども、同じ九州電力ですね、で玄海原発というのが佐賀県にありまして、はい、でそこで、そのプルサーマルね、はい、原発にプルトニウム入りの燃料を使うですね、うん、ことの是非をめぐって、ずっと裁判闘争が、続いていまして、はい、今度7月18日と金曜日ですね、はい、今週ですかね、来週ですね、来週の金曜日に、佐賀地方裁判所で証人尋問というのはクライマックスですね、クライマックスを迎えますの で、でその後9月には結審で、まあ、年内には判決というふうな流れというのを聞いてますけども、非常に大きな、ですね、で承認に、尋問がありますので、ぜひあの、でその後あの記者会見とか報告集会というのが、開かれますので、10時から16時が、佐賀地方裁判所で承認尋問ですね、その後、5時10分から記者会見、5時40分から報告集会が、佐賀市民活動プラザというところで行われているということですので、ぜひ関心を持っていただければと思います、はい、じゃあ佐賀の皆さんぜひ、そうですね、はい、玄海原発プルサーマルと前期をみんなで止める裁判の会、ね、まあ、これがあのチラシのなんか出来かけみたいな感じです、ちょっとあの出来かけみたいな感じですけど、気持ち、はいはい、まあ、あの、おそらくこの佐賀原発プルサーマルと前期をみんなで止める裁判の会ですね、ホームページがありますので、ここですね、
まあ、そこを、ぜひ見ていただければと思いますので、ぜひ皆さんで関心を持って、いただければと。だから限界原発は、まあ、同じように再稼働問題を抱えているわけですけども、うん、もういきなり再稼働でプルサーマルみたいですねいう可能性が非常に あるということで、まあ、高浜原発もそうなんですけどね、うん、またその再処理の行方等も絡んで、うん、非常にこれはこれで大きな問題だと思いますので、ぜひ関心を持っていただければと思います、うん、これで勝訴したらもうすごいぞみたいな、うん、あと今後の放送予定なんですけど、とりあえず水曜日はちょっと都合により、都合が悪くなったので、とりあえず来週は木曜日を予定してます。まあ、あの火曜日ないし木曜日ぐらいでというふうに考えてます、ね、じゃとりあえずしばらくは火曜日ないし木曜日で、はい、あのできればそのうちあのどっちかに固定したいとは思いますけれども、ちょっと温かい目でしばらく見守っていただければと思います。なるべくツイッターなどでお知らせしたいと思いますので、お付き合いくださいませ。それでちょっとあのね、あのしあの適合性審査の話をすると、はいはい、もともと明日その、審査書ですね、だから九州電力が出した申請に対して、はい、原子力規制庁規制委員会側の回答にあたるです、ね、うんうん、あの書類の案が出るということになってたんですけども、まあ、昨日の報道では、まあ、来週以降に、うんうんうん、なんか今出しちゃうときっと間違いだらけになるだろうから、ちょっとよくよく精査してから出したいと、ね、あの田中君が急になんか言い出したっていうふうに書いてあります。本当かどうか分からないですけど、はいはい、ね、で来週以降っていうことになっていて、うん、で、まあ、あのその後パブリックコメントにかかるんですけどね、うん、まあ、ぜひあの、まあ、特に火山問題等々で、うん、具体的にいろいろ問題点が指摘できますので、うん、まあ、あのその辺をぜひ皆さんですね、パブコメント出していただきたい、うん、でまたパブコメワークショップをあの開く予定、まあ、予定では26日土曜日の夜ですね、開けておきましょう今月ですね、飯田橋の仕事センター、はい、ね、近くですね、はい、で我ら、あ、中継しましょう、ぜひね、あ、そうです、はい、で我らがタッキーも、タッキーも登場ということですので、はい、滝谷さん滝谷さん、ね、ジャニーズさん来たらどうですか、はい、あの元原子力技術者ですね、原子力安全委員会の技術さんよです、ね、うん、だったですね、滝谷さんも、いろいろ問題点を指摘していただけますので、うん、まあ、で、まあ、ややちょっとね、あの審査書に対するパブリックコメントって言ったらややハードルは高いんですけども、うん、あのまあ、自分たちで書けるところはぜひ書いて出していこう。いや、噛み砕いた表現にすればなんてことないんですよね、実際言ってることって、うん、みんな誰も書ける、うん、まあ、火山の話は単純で、うん、そんな予知なんかできないでしょうと、うん、予知ができない状態で、うん、噴火の可能性があってね、で火砕流で、原発が非常にひどいダメージを受ける可能性があるんだったら、もうその時点で立地できないでしょうと、うん、ね、ちゃんと立地不適っていう風な判断を下しなさいって、ね、うん、まあ、例えばそんなことなんですけどね、うん、はい、ぜひそんなところを、はい、皆さんで出していただければと思いますので、またこちらでも、はい、FFTV もあの具体的にこんな問題指摘できるぞみたいですね、いうお話をしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください、はい、ですね、はい、というわけで、本日ちょっとドタバタしてましたけれども、じゃあまた次回お知らせしますので、よろしくお付き合いください。また来週。今日の人見ちゃんは、まあ、これに限らないけどね、真面目に考えてください本当に